しかもちょっと書き方もなんかちょっとシュンとしてる感じがあってああわかるわかるなんか女の子はなんかちょっとかわいそうになるそうそうそう、ごめんなさいって多分思ってるよ <laughs> <music> はい、えー、皆さんお待たせしました岡田です、えー、先週ですね衝撃のライン添削途中で終わりまして <laughs> 今日は後半 <laughs> 後半ですよはい後半。<laughs> はい。どうですか一週間お疲れ様でした <laughs> お疲れ様です。これは無理があるなさすがにな。<laughs> いやいや続きで撮ってるだろうと。まあ <laughs> まあ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 、まあまあ、前回はね見てない人はさ先にそっち見ていただいてあの説明欄にも載っけときますんで。うんうんうん。っ入っていきたいわけですけども。はい。ね、早速いきましょう。はいいきましょう。はいようやく。はい、えー。ちょっと趣味の話というか。やっとね。やっと。やっと。 まあこれでもこの俺テニス10年もうねソフトベース8年、うん、もうこれも,もこっちかなし長めの疑問系なしそうで、ね、最後にねもう一個なんか好きなスポーツ他にあるとか、うん、ね疑問系があればまだしもういやほんと俺がったりいらないいらないうんあそほんとそうね テニス俺もやってたよって疑問で。うん、結構やってたのとか。そうそうそう,そう。何年ぐらいやってたのでいいと思うんだよね。うんうん、で0年ってできたで0年すごいでいいじゃないですか。そう。しかも遅くない。また。<laughs> 本当だ。また出っかり空いてるな。なあ、かわいそう。しかもなんかこの人毎回夜にしか返事しないんですかね。この男性は。 なるほどね。んか午前中に返してるイメージがあんまりなくて。ないかも。ねなんか私のイメージですけど、んか午前中に返してくれる人の方が誠実なイメージがあるんですよ。あそうだね、ちゃんと朝起きてるしね。そうそうそう。夜しか返してこないとこって、あなんかやりもくって思われてるって思う。せめて午後1時とか、12時とかね、んか昼とかね。 うん、早い時間っていうのが結構大事だと思うな。そう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 う。ん仕事なんだろう出社中か。そうそうそう電車なかそうあるいはそのお昼休憩手前ぐらい。そう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 いやだってこの時間だともう女の子パックしちゃってるもんね。いや本当だよもうお風呂入っちゃっ,てっ,てったこのあ入っちゃったパックしてもうん、ねえちいちゃんが女を脱いでる時の時間ですよ <laughs> 脱いでるとか言わない。<laughs> 人形になっかろうしちゃうって話なんでまあまあまあそんな感じでこうなんとか女の子のリードありですね続いていきますよこの辺はいいと思うんですねこれこれここそがいいわちゃなのよそそうでもこんなんもうあれですよ金曜日最初のしつこいですけど最初にも誘ってベッドの上で話すことなんですよ こんな次の週の木曜日話す会話、じゃないですよね。そうですよ。もう、これ、オラカットサブラーなんて言って。いや、しかも、ね、ね、かも見て。うん、何、ちゃんとメッセージが来てるよ。この、本当にもう一回見たいですって来てるでしょ来てる。これ、私だったら、もう一回見たいから、行こうよ、待ちですよ。この。いや、そう、見よう見ようでいいじゃないですか。ね。わか,かる、わかる。わかるじゃねえよ。<laughs> もう。いやー。 これ今ふと思ったんですけど、うん、今の男子ってうん、うん、じゃあ見ようっていう流れになったとしてもうんなんかズームで見そうじゃないですか <laughs> 怖いありえるねえありえますねなんか一緒にちょっとコロナ怖いしとか、うん、そう一緒に YouTube で見ようなんか同時視聴しようよみたいな女子会みたいなやつねなんかありそうじゃないですかうん、うん、いやありえるなそれはねえ <laughs> まあ、ちょっとふと思ったっす。まあまあ、ここねうん、うん。うん。なんとか流れ作りましたから。まあ、あなんとかね。うん、無理やりね。もう、まあ、パスもらってるからね。うん、確かに。はい。で。明日見に行こうかな。あ、もう、これ、明日会えないです。じゃん。んねえ。うん。で、この子、金土日遊べるんだよ、大体。そうだよ。待ってるの誘ってくるの。まーた泣くよ。<laughs> 探りたいなこいつ。まあ、あーたん泣くよ。台湾<そう> <laughs> でいい。やべえなこれ。えー、なんかやっぱ <laughs> 一日言葉遣いがやっぱりマンガチックだな。じゃあそうですね。だしそんな回答求めてないしね。うーんそうね。 いやしかもこう、こ頑張ってね、さっき語ったじゃないですか、ああああ男性が無理っぷり。で、いや、どんな回ですかに対して、ああああ肘の角度について語ろうああああああそうね。なんか、じゃあ、いつにするでもああダイレクトに決めちゃっていいですよね。ああいいだって、もう、だってここでマニアックな会話終わってんだ、もん、うん、カットサーブとかのワチャは。 しかもこういうマニアック会話って女別にそんな深くやんないからこの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 辺の肘の角度とかを男子同士でやってくれりゃいいんだよ。ひも手同士で。そうそう。うん、女のことやる会話じゃない。ね。ああ。もうこのわちゃやん,んのよ。<laughs> だからあれですよね。 将棋の名人と一緒なんでしょうね。<laughs> もう、あここ、打ってきたか、う,ん,うん、こう来て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 、ありがとうございましたっていう感じなんでしょうね、<laughs> 多分ね、ほんと。 <laughs> うん、でもそうなるだってもう見えるもん、うん、この人、ね、段取りが悪いだろうな段取り悪いなって、うん、多分デートも多分しょうもない店なんだろうな <laughs> そう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 ,そうエッチもバタわたするんだろうなうんうんなんかホテル開いてからもグタグタするんだろうなとか、うん、でまさかの彼氏彼女にいてそれもバレるんだろうなっていうか <laughs> <laughs> もう全部見えるね <laughs> そこまで見える見える そうだからこの子が返事をくれてるからこの子が泣いってるけどもこの子になれちゃうと危険ですよね、みんなのことだからある意味、俺よく声かけの印象が良かったらさえよければどんなに LINE の最初の送るのがクソでも返ってくるって言ってるのね。 だからそういう人はもう結構速攻で行った方がいいよね。そうそう。勢いつつは強いうちに打ってじゃないけど。うんうん。こんなぐだぐだいらないよ。いらない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 。上級者だったらいいんだけどまだこう。そうそうそう。しっかり引き伸ばすというか。上手にできる人ならね。うんまあでも。 やっとちょっとね、流れがまあまあ、まあ、流れがつってきましたよ。人差し指 <laughs> うーんつくけどまいいやいい俺、急にね、下ネタなのかと思っちゃって、びっくりしちゃった <laughs> ちょっと。安心しちゃった。<laughs> <laughs> ドキッてしちゃって。<laughs> え、こんなの送る子だっけと思っちゃった。<laughs> <laughs> キャラが。<laughs> そうそうそう。<laughs> 夕方お茶するなら土日配置さ日にちによるもうそりゃそうな <laughs> <laughs> そそう、ね、上手にストレートに誘えよもうさっさと日にち、うん、何,何日何日何日どう,、うん、うっていいですよねそうそうなの、うんうん、もう、うん、そうはもう本当に相手に手間かかしちゃダメそうなんか多分この彼はきっと気使ってるつもりなんでしょうねうん なんか土日休みかな平日の方がいいのかなとかこんなもうとっくの昔に聞いとかなきゃからね今聞くな今って本当に、ね、もうホテルの朝ごはん卵焼きにしますか <laughs> 目玉焼きにしますかを直前に聞かれる状態で今今から焼くの <laughs> 今聞くって感じいや本当朝買いときましたよね僕ふだにってふだ <laughs> 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 に <laughs> いやそうなんだ。は天才肌には伝わらないじゃんお前の言葉じゃ誰にも伝わらない。本当<っ> <laughs> そうお前の言葉伝わらない。そして伝わっててもスルーしたいんじゃってなるんだよね。やっとで日曜か来週火曜の夜はお聞きましたやっと。あどっち,っ,っ,とっちも予定あります。 もうちょっと女の子も仕返ししたかったんでしょうね。いや、そりゃそうだよな。そんな簡単に開けないよと。でもうここまで下手打ってたから、ここで、ここでまたもう一回やってくれるかどうかなんでしょうね。うんうん。そうそうそう。一回断って、それでもそうやってくれるのっていう。そうそう。でね、俺ね、えらいなと思ったのが、ううんんここですぐ出番なかったところは偉いなと思った私もね、それすごく思った。ねえ。 一旦その受け入れて流す感じというか、うんうううん、できれば本当は早い方がいいんだけど、心返しもね。でも、うん。そう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 ,そう、うん。これはいいですよねうん、うん。しかもちょっと書き方もなんかちょっとシュンとしてる感じがあって。ああ、わかるわかる。かるなんか女の子はなんかちょっとかわいそうになそう,そう,そうごめんなさいって多分思ってる。ああっていう。でここでちょっとかわいらしいとこですよ。いいぞいいぞ。いいぞ <laughs> 諦めたかかなとかね、こう,うん、うん、やっぱり最近の男子は装飾だな<う>あんなおっさんでも装飾なんだなとか思ってたところに思っ,、うん、思ってた思ってたねっ来たおってなるあってきて。き、ね、うでまたご飯も面白あもうたもうさうるさいんだよよくわかんねえしようでもちなみにこの同じ会話これちいちゃう言葉ですからね <laughs> <laughs> そうこれ同じ会話大っ嫌いなの 俺ストーリーと何でしょうね、うん、こうネタ振りっていうか俺ネタ振りみたいなやつでしょそう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 もう急にぶっ込んでくるんだよなみんな,うな,んなこういう人ってあれですよね年取ったらもっと苦労しますよね、うん、若い子でもほんそうほんとそうんとそう,うんうん、うんうん 変な話、今の子にドリフターズ突っ込んじゃうようなこと言っちゃうよね、多分ね。ああ、でもそうそうそう、そういうレベルだと思うな。時代が止まっちゃってるっていうか。そうそうそう。で、もう毎度分かり、あ、もう反省した。やったここ。おやっと。毎度分かりにくくてすみれなん。あれ毎度分かりにくくてすみません。はいはいはい。で、なんかここ飛んじゃってますけど。あれ <あ>れ <laughs> いきなり話飛んでるけどこれこれ流れ合ってんのかなえ突然 <laughs> おい走るなよこいつ <laughs> ここ飛んでるよね絶対この間にね会話あ,りあるはずなのに <laughs> まあまあでもまあやっとここ来たってことかなまあそういうことかなうんまあでも俺、ね、僕らからの結論言わせてもらうとね はい。これ、どのタイミングでもオッケーでしたよね。あ、もう本当そう。二通目でもいいぐらい、これ。いいよね。うん。本当。うん。このさい。そう。最初の、ちょっと戻りますけど、すみませんね。この、うん、いつだっけ、一番最初。なんすか。だから、かかってんの。 約束するまでにや約10日、ええー、14日間ぐらいかかってるのかな。2週間ぐらいかかってるんだ。2週間ぐらいかかってる、はあ。時間がもったいないよ。いや本当ね。いやしかもその間にすごくお互い長文のお互いのなんかこう何今まで何してやったとかね深い話を2週間したの全然いいんですよ。いいんですけどね。ね。 女にー会話2週間もしたの <laughs> ずっとしてたのし,かしこしこ。この子じゃないと成り立たないだろうな。<laughs> いやーねー、カープローチよかったのか。ああでもよくかいい子だよ、この子。ほんとにいい子。だから変な話。ここがもっと爽やかっていうかうまくて、この辺でいいよね。そうそうそう。 ここで全然いいですよね。ね全然いいですよ、うんうん、お疲れ、今日は土曜、授業とかじゃなくて、もうお疲れ、肉、た魚、うん、何が好きとかで全然いいですねああ全然もうピンときますよね。ねうん。うん、んで、そこでもしも一回断られてもいいんですよ、全然。そう,そう、全然いい、全然いい。うん、向こうが様子見の可能性がありますからね。そうそうそう。で、なんかまあ、関係ないわちゃわちゃした話して、そうそう。そうね。でもう一回誘えばいいだけなんだから。そうなんですよ。 いやーで、肉こ楽しみでいいね、楽しみで。そうもうあれはうまくないから、あのー、<laughs> この辺のことうまくない、下手よ。最初は素直にしかもと、この子はそういう子じゃないから。そうそう。そう,うん、そうなのよ。そういう子じゃないんだよ。うん、そういう子じゃないから。うん でもこのスッとこう OK っー中うかねになしたのはいいですよね。うん。うんうんうん。OK ね。いつ空いてるのがいいかな。うん、いつ空いてんのもうなんかちょっとやっぱ上から見せるの。もっと短く。いつ空いてるかいい。う。サクッと。さ、うん、<laughs> あそうそうそう。そうなんですよ。<laughs> もうこのくだりがもう。そうそう。そうなんですよ。結局ね、うん、結局聞かれちゃってるんですよ。 あ、そうそう、本当はこれ男性を聞かなきゃいけないこと。そう、そう、もうこの時点でもう童貞臭なんですよ。そうなんだよな。しかも童貞じゃないのにね。あ、そうなんだあ。そういう下手だよね。いや、あの<ー>、あの、女の子。遊びしてるし。あ、本当これで。いや、そういうことなんですよ。 そっかまあでもそれこそだから今まで女の子はみんな優しかったのかないやあれですあのちょっと怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、それだけ今周りのレベル下がってるんであそういうことか、はい、若い女の子ねそう優しいんですよいかんなそういうことか僕らの世代の子僕ら同世代の子、うん こんなメールしてたらもう死ねですから。え、ですよね、もうさっきの男の人はかっさらって言っちゃいますね、はあはあはあ。下手したらなんかそいつと知り合いの怖いやつが来て、お前らがかしょうがないことやってんだってって言って、金取られる案件ですよ。ほんとだわ、軸肉強食。こいつしょぼいからやつ <laughs> 詰めようよって言われちゃって。<laughs> うーん。いやー で多分ね、こう、今の若い子、女の子たちの世代は、可愛い子とかでもやっぱ、優しいんですよね。でも、そうかもしれない。ちょっとなんか雑な扱い受けても、うん、あんまりみんな言わないもん、うん、なんかなこう、そういうこと、私みたいにすぐ LINE 切ったりとかすると、うん、えー、早くない気に切りつける方と。なんか、そういう感情的になっちゃいけないっていう人が取られてるから、だから、今の人はもっともっとちゃんと学べばね。 うんまあ、でも逆に言えばね、<う>ちょっと学べばすぐ抜きんでられるから、うん、そうチャンスとえばチャンスですね。でね、うん、あのここ。まあ、ちょっともうあれですから、わざわざ乗っけませんけども、ここはまあ2人とも疑問に思ったわけですよ。なるほどこの後どうしたかなと。また連絡する。うん させたらオッケーですねって、うん、そしたらこの人どんなどんな店の u i l を送ったと思いますい感じで <laughs> 怖いな <laughs> まず中華1軒だけなんですよ。えあ<え>選択肢はなく。らし選択肢なく。ああ、もうここで,でうしそう。うん、さらに住所が道玄坂なんですよ、うん。あ、もう最低ですね。<laughs> もう何もうやりながら中華食うのかって話ですよね。<laughs> 最低ですね道玄坂だなって。テーブルの上で。<laughs> <laughs> 回転しながら。いやせめてなんかもうちょっとね <laughs> なんかねいっぱい,でい<や>あの辺デパートというかまあショッピングセンモールじゃないけど、うん、いの中とかねあのね。 持ち運び方をスムーズにするっていう考えはいいと思うんですよ。そうですね。まあ近い。そうそう。私だって例えばじゃ泊まってるホテルがあって、じゃあそのここ乗せるときにやっぱりその方向渡らなくて済むところで取りたいなとかそういう思惑はあります。もちろんありますよ。でもやっぱり住所で丸見えはダメ。露骨すぎますよね。そうなのよ。さすがに。えだから。 あのそういうところは多分直さないと仕事もね、多たいやもう、う。うん仕事できないですよ、それは。んうん、多分取引先とかでもう、こうある他の企業、この企業名をそこで出しちゃいけない関係とかあるじゃないですか。そういうことも平気でやらかしちゃうと思うんだよね。ああ、あなんか確かに、うん。すべてなんかやっぱ通ずるからそういう。通ずると思うから。 いやだからもうね爪が甘いな。爪甘いなー。よーく黒で結局この子はね、その日こう<ー>エッチしたんですけど、あーでもよかったですね。はーなんかまるで俺がしたような言い分ですけど、嫌ですよ。<laughs> もうこんなクソラインを送ったと思われたら嫌ですから、ここははっきりしてくださいこれは俺じゃないですからね。<laughs> もうやめてくださいよ、俺。タイガースっていう28歳のところ子ですから。あ、危,危ない、危ないや。あのー うんうん、だからその分それだけこうアプローチの印象がよければいいっていうのとうんあとやっぱ最近の女の子は優しいってことですね優しいんですねまあでもだからといってじゃあ雑なアプローチすればいいとかねそう,絶対そういうわけないですそういうわけじゃない絶対それはないですよでもちゃんとやればちゃんと多分と、うん、結果はついてくると思いますようんうんうんそう思ういやー の中華かだったらあれ言ってほしくないですか恵比寿のフカヒレおいしい有名な中華あるじゃないですか。あそこもろラブホガイだけど、そんな住所見ても分かんないから。そうね、そこが大事なのよ。最初の時点で住所で連想できるっていうのはやっぱそう、るよ。える。だって俺でも嫌だもん。 <laughs> なんか男同士の飲み会でなんかなんか誰かがこう感じでやってくれた店が、うん、道玄坂のなんかもう雑居ビルだなっていう感じだったらやっぱ俺でもなえるもんね、うん、ちょっと嫌ですよ、ねうん、その店が高い、うん、安いじゃなくてそうそうそう関係なくねうんそう,そう、ね、まあでもクロージングできたけどもこれはかなりの改善点だらけですね改善点だらけですよ じゃ、うん、最後に一番一番あの、うん、ちいちゃんが気に入ってる彼の、ね、彼のトークあったら指定してもらっていいですか？<laughs> お気に <laughs> お気に <laughs> 一番ムカついたやつでいいですよ。いやーこれ難しいですな。<laughs> 僕はこのやりとりの中ではもう一番これから、うん、彼女のこれ <laughs> <ー> <laughs> 心の叫び。そうでも私もそう思う。 だって女の子こんな怖い顔のラインあのスタンプ使わないもん使わないようん今夜イラッてしたんですよ、ね、いやもうだから部活時代を思い出したんですよね <laughs> もう一向に攻めない後輩にムカついた時の今夜 <laughs> 撃てや <laughs> ほんと魂の作りがね <laughs> 男子が出たんですよここでうんほんとそうですよいやだからもう結論彼女は男前でしたね うん、この子はだいぶ男前です <laughs> もっとこう<っ>いい感じにイチャイチャラインしてたらマイメロちゃんとか送るもんいやほんとね,ね,ねふんわりしたやつね、うんうんうん、ふんわりしたやつねうん何、うん、か装飾系を導いてあげた感じですよねいやほんとそうだなういやこの子が友達と裏でやってるスレッドみたいなー <laughs> 遠く全部さらされてますよきっとスクショされてる <laughs> すげーみたす こいつ早く誘うよマジとか言われてますよ絶えやんのやんのどうする <laughs> なんかこういうやつ多分治療だよとか言, <laughs> 言われてるなあよかったって聞いてきそう笑うとか言ってそうですね。<laughs> <laughs> 生々しい。 <laughs> うん、絶対そういう会話してるでしょうね。してますよね、これはね。もしかしたら、だから泳がされてるのかもよ。ああ、まあね。ネタ案件として。ネタ案件か、うん。その可能性もなくない。その女の子が若かったら、ね、特に暇だったりするとありますよ、全然。まあ、じゃあ、その中でもクロージクできてよかったと。<laughs> まあね、まあね。 いや、いこれ、大丈夫かな、過呼吸になってなければいい。うん、<laughs> 薬飲んでもらおう。 こんな赤ペン入れることなかなかないですよね。いやーでもあれですからね。これ、うん、あの二十件添削した中でまだマシな方でしたからね。うん、確かに確かにだってこれ最後、うん、途中からいい流れになったから。そうそうまだね。マシな方ですよね、うん。女子のファインプレーによってね。そう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 。うん、女子のファインプレーによって。いやもうひどいのいっぱいありましたよね。やばかったですよね。ああひどかったよ。もうだって。 なんかぐったりしちゃったもん、最後読み終わっ,たっていや。ぐったりしてたね。ね<え>。うん、ぐったりしてた、もう文字で伝わりましたよ。すみません、もう怒りの文字ちちし。しばらくもう、これ系いいですって感じだったもん。<laughs> <laughs> <laughs> ごめん。そこまで伝わっちゃってたか。<laughs> しばらくこれ系お願いするんで、やー、びやっと思いました。僕 そこで送っちゃうとこのスタンプを持ったようなやつになっちゃうんでね。そんなことないです。いやほら、やっぱりでも早く世直ししないと。まあまあまあ、確かに急いでね。本当ですよ。本当ですよ。もう、だから私たちが祈るのは、せめてこの頃はこれは泳がしてたタイプだったらいいなと。そう。せめてね。ある意味別で楽しんでくれてたら。そう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 。これがもう純粋に声かけがよくって、このお兄さんが結構気に入って。 な、うん何とか我慢して我慢してイライラしながらも我慢してっていう感じだったら <laughs>、うん、あまりにも不憫だなと思います。いやー、うん、本当ですよ。うん、そうでないことを願いたい。はい というわけで、まあ、皆さん耳が痛い解説になったと思いますけども、でも本当にあの、はい、嘘は何一つ言ってないですね。いや、本当そうです。うん、本当に必要なこと、女の子の、ねね。大げさなことにも言ってないです、ね言い。言ってない、言った、うんうん。この通りやって間違いない,とこ,間違い,ないことばっかです。ここでこうやって一個ずつちゃんと素直に受け止めて、レベルアップしてもらえれば、はい、ちーちゃんも私もとっても嬉しいです。はい。はい ではまた来週ちーちゃもありがとうございました <laughs> はいありがとうございましたバイバイ<た>ご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします